古きを訪ねて新しきを知る LSB プレゼンツ現場 DX 研究所。こんばんは。番組パーソナリティ LSB 代表の横井大輔です。番組アシスタントフリーアナウンサーの松井さゆりです。 LSB プレゼンツ現場 DX 研究所、この番組は本個自身をコンセプトに今と昔ながらの知恵を紐解き、ビジネスとしての学びや気づきを DX という視点から探索する対談番組です。はい、今日、5月13日、はい、メインパーソナリティ横井さんのお誕生日です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうすごい、またもう去年も今年もありがとうございます。この今年の意気込みを一言いかがですか？いやいや、今年も1年変わらず一生懸命頑張りますので、はい、ぜひリスナーの皆さんも1年間しっかり聞いていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。あ、ね、改めておめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、この番組では毎回 DX や今の時代に求められる視点でゲストの方を迎えし、ビジネスの現場最前線を覗いてまいります。はい、今夜は先週に続きドロップボックスジャパン株式会社代表取締役社長梅田誠二さんとカスタマーサクセスマネージャーハウエンシュタイン坂井瑞希さんをお迎えいたします。最後までお付き合いください。はい、現場 DX 研究所、今夜もスタートです。 LSB プレゼンツ現場 DX 研究所、この番組は IT で人生を演出する LSB の提供でお送りします。現場の DX はダイレクト、 DX の基本は使う人に寄り添うこと、現場の全員がきちんと使いこなせることが大事です。ダイレクトは若者からベテランまで誰もが簡単に使えることで高い支持を得ています。立って働く人のビジネスチャット、ダイレクト、現場チャットダイレクトで検索。まずは無料版から。 LSB プレゼンツ現場 DX 研究所。早速今夜のゲストをご紹介しましょう。先週に引き続きまして、ドロップボックスジャパン株式会社代表取締役社長梅田誠二さんとカスタマーサクセスマネージャーハウエンシュタイン坂井瑞希さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週に続いてお話を伺います。前回は3つの質問いたしました。はい、力を入れているサービスでしたり、経営者として大切にしていること、そしてビジネスのビジョンなんですけれども、はい、先週はドロップボックスの知られていない便利機能を中心に伺ったんですが、はい、まだまだ一押しの ね、はい、製品があるということで、はいはい、まずはそちらから伺っていきたいと思うんですが、はい、ドロップボックスダッシュというサービスが、私も今日実は初めてお伺いしたんですけども、こちらについて教えてください。はい、はい、ドロップボックスはですね、実は昨年の今頃にAI に対するビジョンっていうのを発表を弊社 の創業者のドリュー・ハウストンからさせていただいてるんですね。はい、で、まあ、AI は皆さんチャット GPT とか GPT-4 とかいろんなものが出ているのでよくご存知だと思うんですけれども、はい、ドロップボックスらしい AI っていうことで弊社が考えているのはパーソナライズされた AI っていうのをコンセプトにしてます。要はドロップボックスっていうそのストレージの中にいろんな個人的な情報も含め、写真だとか、はい、その文章ファイルだとかいろんなものを入れていった時に AI のエンジンがそれを学習して、そのユーザーさんに多分最適であろうと思う情報を提示してくれるような、そういう秘書みたいな、そういう AI エンジンを提供したいなっていうふうに考えてます。はい、でその一つがダッシュっていう今開発中で昨日ベータ版で発表させていただいたやつなんですけれども、はい、ジャンルで言うと AI を使ったユニバーサル検索をするためのツールっていうことになります。はい、どういうことかっていうと、今通常にお仕事をされている方っていうのはいろんなアプリケーションとかサービスを使いになられていると思うんですね。はい、建設業でいうと、ドロップボックスはストレージとして使うんだけれども、それ以外にチャットツールとしてダイレクトを使われたり、はい、環状系は SAP だったりとか、はい、あるいは建設ワオだったり、いろんなものを組み合わせて使ってますと。はい、でそうするとそのデータっていうのがいろんなところにこう分散して残っていきますよね。はい、ドロップボックスに全部入ってればいいんですけども、どうしても環状系のデータの中に入ったりとか、あるいは一番多いのはメールに添付されてメールの中に入ってるとか、はい、なので公開されてる情報ですね、例えばこの建設 DX 研究所の聴取者ってどれぐらいいるんだろうみたいなものは出るのかどうか分かんないんですけども、検索サービスとか使うと割にある程度の情報って集められるじゃないですか。はいはいはい、でもその個人的な
情報だとか組織だけで持ってる情報ってなかなか出てこないじゃないですか、はい、例えばあれ僕自身 のパスポートナンバーって何番だったっけってよく海外出張行ったりするときにびっくり、はい、あれどれだっけって調べるじゃないですか、はい、あれと同じようなことが起こるので、うん、ドロップボックスはそこに蓄われたそのデータを学習して個人とか組織に関わるものを提示しましょうと。でその時にダッシュが何をするかって言うと、当然ドロップボックス そのデータの中っていうのにクローリングして学習していくんですけども、はい、あとプラスそれに加えて有名なそのサービスですよね、うん、例えばそのマイクロソフトさんの Teams だったり OneNote だったり、はいはい、OneDrive だったりとか、はいはい、Slack だったりとか、まあ、いろんなクラウドサービスとコネクターをあらかじめ僕らのところで用意させていただいて、うん、コネクションをつないでいくと勝手に そこにあるデータも含めてこうクローリングしていきます。それで一番最適なものを提示するような、まあ、そういうサービスを提供しようとしております。そのパーソナライズされているということは、私のドロップボックスの中の情報と私が使っているさまざまなツールをクローリングしてくれて、はい、私が求める質問に対して多角的に答えを用意してくれると。パーフェクトです。その通りです。その実現はいつ頃を予定されてるんですか、正式リリースも。はい、実はベータ版、英語版ではもうベータ版がすでに公開されておりまして、はいはい、まずは英語圏においていろんな機能のブラッシュアップだとか、お客さんの声を聞きながら製品に機能に磨きをかけてですね、日本語版はそうですね、来年頭ぐらいかなというふうに考えております。まだじゃあ実際にこう使用された方の声っていうのはこれからですか。そうですね、はい、実は社内では我々使っていてですね、はい、使うと相当実は便利だったりします。実は弊社もスラックだとか SFDC だとかいろんなクラウドサービスを組み合わせて使ってます。やっぱりデータがある程度そのアプリケーションとかクラウドサービスに紐づいて残っていくところがあるんですね、はい、でそれが検索すると瞬時にこう出てくるところが良かったり、うん、あと何気にですね、その AI 側がそのよく多分この人はこういうのを使うんじゃないかみたいなのをグループでこうまとめて提示をしてくるんですね。例えば僕の場合だと大体月火っていうウィークリーで数字のミーティングが多いので、はいはい、月曜日はもう朝からその社内の部下たちとの数字のミーティングから始まって、で火曜日の夕方の本社への報告会までずっと数字関係のミーティングが続くんですね、うん、そのミーティングで使っている資料とかそこに関わるパイプライン情報とか、はい、そういったものが全部そのまとめてブロックでマンデーモーニングっていう塊ができてそこに出てくるんですね、いやそう毎週毎週それは更新そうです、はい、なんで何て言うでしょう、本当に有能な秘書さんがいるようなそんな感じのツールだったりします。へ、あとドロップボックス AI というツールもあるということなんですけれども、こちらはいかがですか、どんなものですか。そうですね、ドロップボックス AI、まあ、AI アシスタントみたいな形で、先ほど梅田の方がいや旅行中にパスポート番号わからないよね、うんうん、わざわざパスポートを開いて確認しなければいけないではなくて、ドロップボックス AI にパスポート番号なんだっけ、うん、っていうふうに聞くと TS なんとかなんとかですっていうふうに答えてくれる、そんな形の アシスタントとしてご理解いただければと思います。じゃあそれパスポート番号の例えば画像をドロップボックスに入れておくと、うん、画像データからパスポート番号を抜き出して教えてくれる。例えばそうですね。あ、すごい、はい、あとは例えばここの議事録をまとめてくださいとか、うん、サマリーをしてください、はい、契約書って長いじゃないですか、はい、すっごい長い契約書で締結の日付っていつだっけとか、うん、この内容どうだっけっていうのをサマリーまとめてねって言うと、さささっとサマリーをまとめてくれて、それどれぐらいの時間でできるんですか。いや本当数秒です、すごいそれはすごいですね、はい、これはそうですね、去年の夏にまだアルファ版の段階でちょっと日本の一部のお客様にご紹介する機会があったんですけども、はい、その時に言われたのが割に大手の会社のホーム部門の方なんですけれども、はい、まあ、グローバルにビジネスを展開されてるんで、いろんな言語での契約書はやっぱりこうチェックされるんですね。そうですね、はい、中国語だったりとかスペイン語だったり、はい、イタリア語だったりとか、でそれはまあ見なきゃいけないんですけれども、たくさんある時にどんな契約書かって、まあ、ある程度サマリーがあった方が自分が探してるとか危なそうなやつって当たりやすくやるじゃないですか、はい、でそれをそのドロップボックスの中に入れといて、ドロップボックス AI 使ってでサマリーを見ると、そうするとあ
このイタリア語で書いてるこれが危ないんだなっていうことで、そっからより深くいけるじゃないですか、とかみたいな使い方をされたいなっていう人が思いましたね。まだそれは日本語はこれからですか？これからですね、はい、楽しみです ね本当ですね。ありがとうございま す。では質問の方に戻ってまいりたいと思います。経営者として大切にしていることはという質問に対して、先週お答えいただいたのが They win, we win という言葉でしたけれども、はい、こちら梅田さん詳しく教えてください。そうですね、They win, we win っていう、そのまま直訳すると、彼らに勝ってもらおうと、そうすることで自分自身も勝つんだっていう、そういうニュアンスなんですけれども、同じような概念っていうのは結構たくさんあってです、日本でも仏教用語で自利利他、自らの利益の利と、それから利するの利に他人の他で自利利他っていう言葉があったりするんですが、基本的には自分のことだけを考えるのではなくて、自分自身はすごく研鑽をしていくんだけれども、それによってその周りの人たちを助けていくっていう、そういう考え方になります。で、僕自身はこれは外向けにも中向けにも、ついつい自分暴走しがちな自分を抑えるために、思い出すようにしてるんですけども、外向けにはですね、どうしてもその IT のビジネスっていうと、こうなんていうんですかね、ファーストムーバーアドバンテージみたいなものがあって、最初にその新しいジャンルを切り開いた人たちが全部取っちゃう、ドミネート型のビジネスになりがちなところがあるじゃないですか。だけどもやっぱりそれだけだと敵がたくさんできて、ビジネスとして長続きしないところがあるので、僕らのビジネスでいうと、ドロップボックスのツールをリセラーさんとかパートナーさんたちが販売して、でそれが利益を生み、かつそれを購入いただいたお客さんがそのツールを使って本当にプロダクティビティが上がるとか、いろんなメリットがあって自社のビジネスが良くなるみたいな、だからそういう循環がないと、ライセンス売り切りだとダメだなっていうふうに思うようにしています。そして社内的にはですね、どうしてもその上司部下っていうと、パワハラとかいろんなの、ものがあったりするじゃないですか。だけどもなるだけ僕自身 IT の世界長くもう30年近くやってたりするので、そこで学んだものを部下に返していくようにしたいなと思ってて、で部下の人たちもやっぱ英語が、特に外資系だと言語に悩む人が多いんですね。英語がうまくいかないとなかなかやりたいことも本社に伝わらないですし、リクエストも通らないし、っていうところがあるんですけども、実は英語じゃなくて大事なのは競争語は数字だっていうふうに言ってて、結局その日本でも中国でもどこでも最終的に市場のマーケットポテンシャルとか、市場のグロースレートだとか、そういうもので、あ、ここはグロースしそうだからこの機能を入れようとかっていうことが決まっていくじゃないですか。なので数字で語ろうよっていうことで、グラフを書いたりとか、分かりやすいものをビジュアルに見せることで英語力のなさを補っていくみたいな感じで、日々チーム員を勇気づけようとしているっていう、そういう感じですね。あと本当にいろんなことにチャレンジされてるなっていうのを先週今週と聞いて思ったんですけれども、なんかこう新しいことにチャレンジするときに心がけていらっしゃることってどんなことがありますか？まず梅田さん。そうですね、できるだけ早いタイミングでたくさん失敗をした方がいいよっていうふうには言ってます。やっぱり失敗しないと何がうまくいって何がうまくいかないかわからないんで、プロジェクトの早いうちにいっぱいやってみて、いっぱいいろんな人と会って話をしてみて、失敗経験をする、あるいは失敗しそうな要因を集めて、それをベースにプランを良くしていくっていう、そういうところを奨励してて、初期の頃の失敗にあんまり起こらないように、むしろいいラーニングだよねそれは、みたいな感じで言うように心がけてます。酒井さんいかがですか？私もすごく似てると思うんですけれども、新しいことにチャレンジする、一歩踏み出す、まずやってみようよっていうふうにいつも思ってます。もちろんね、周到に準備してこう開始すべきプロジェクトみたいなのもあるとは思うんですけども、まず初めてのことってやってみなかったらわからない、その一歩まず踏み出そうよっていうところが大事だと思っていて、でその後ね、改善につなげていければいいと思うので、まず最初の一歩、大事ですね、大事かなって思ってます。酒井さんはチームリーダーの目線で大切にされてることってありますか？そうですね、オープンにコミュニケーションをすることっていうところと、チームのみんなの主体性っていうところを促進していくところ、あとは信頼関係を構築していくっていうところですかね。あとコミュニケーションに関してなんですけれども、心がけていることってお二人に伺いましょうか。結
構ドロップボックスってご存知かどうかわからないんですけれども、2020年のコロナ禍の中からバーチャルファーストという方針を打ち出してるんですね、うん、はい、でこれ何かというと、基本的に社員はリモートでお仕事をしています、うん、でこうイベントがあったりとか全体会議があったりとか何かしらこうコラボレーションをするきっかけがあると、オフィスに集まってみんなでディスカッションをしたりというような、基本はバーチャルでたまにオフィスっていうような働き方を採用してるんですね、はい、なので、そういった環境下の中こう同僚ですとかそんなに毎日こう横に座ってお仕事をしないじゃないですか、でもちろんこうバーチャルでズームとかで会話はするんですけれども横に座ってお仕事をしないので、はい、結構情報がさえるかしがちかなというふうに思ってます。で私の場合は特に日本にもチームのメンバーがいるんですけれどもオーストラリアにもいまして、はい、でさらに上司はアメリカ、バラバラしてたんです、はい、いろんなところにこう時差も含めて散らばっているという環境でお仕事をさせていただいているので、はい、やはりこうすごくオープンにコミュニケーションを取っていかないとどんどんこう個々人の中での情報が増えていってしまうので、そこをどんどんこうサイロ化を外していってオープンにみんなでコミュニケーションできるような環境を作るっていうところが大事かなと、私はすごく思ってます。梅田さんはいかがですか、はい、そうですね、僕も今酒井が言ったそのバーチャルファーストっていうのはこの会社に入って初めて知ったんですけど、はい、ものすごくねよくできてるというか、単にこうマーケティング的にバーチャルファーストって言ってるんじゃなくてよく練られてるんですよ。でバーチャルファーストっていうのは毎日その朝9時5時で会社にいなさいとか、週の半分は会社で残り半分は家でもいいですよみたいなものではなくて、はい、要はもうどこから働いてもいいじゃないのと、要はその成果さえ決められたこの3ヶ月あなたは、営業だったらこういう依頼が出てほしい、から多分酒井瑞稀のチームだとリニューアルの比率をこれぐらいにしてほしいとか、いろんなゴールがあって、はい、それの実現の仕方は人それぞれ違うし、ましてやそれを実現するのに家で働かなきゃいけないとか会社で働かなきゃいけないとか規定もしようがないじゃないですか、はい、なのでその社員がたくさんの選択肢を社員に持ってもらって、でそれを実現してもらうと、そのために会社がエンパワーメントしていこうっていう考え方なんですね。でただこれ一人で言ってても、あるいは会社の偉いさんだけ言っててもカルチャーになっていかないので、はい、バーチャルファーストツールキットっていうなんかこう聖書のバイブルみたいなドキュメントがあってですね、はい、これ社外にも公開をしてるんですけれども、はい、要はいくつか大事なポイントっていうのがあるんですけども、代表的なものだけで言うと、まず非同期と同期っていう概念をよく使うんですよ、はいはいはい、で同期って今やってるのはこういう本当に、はい、直接会って、はい、直接お会いして時間をそのまま共有しながら喋るようなやつで、はい、非同期っていうのはそうじゃなくて、例えばその文章を作ってこういう企画考えたんで見て、でなんかコメントくださいねっていうことでコメント書いてもらったり、うんはい、さっき酒井が言ってたみたいにビデオに自分で撮ってこういうの考えましたってプレゼンションして、そこにこうコマにいやここのちょっと違うんじゃないのとかいろんなコメントもらうみたいな、でそうするとそれをもらってまたプランをブラッシュアップして返すみたいなことができるわけじゃないですか、うんうんはい、でこれ結構これをみんながやりだすと時間効率ですごく良くなるんですね。いわゆる会議ばっかりやる時間泥棒みたいな人っていなくなって、自分の好きな時間で好きなスタイルで働くことをすると、例えば若いお母さんみたいなお子さんがまだちっちゃい人たちっていうのはどうしても子供を学校に連れて行ったりとか子供が具合が悪くなって病院に連れて行ったりしなきゃいけないじゃないですか、でそういう時にその時間はなんで9時5時のどっかは抜けるんだけれども、でも帰ってきたから自分の好きな時間に働くみたいなことができるんで、はい、その辺がすごくいいところだったりします。まさにチャットが業務で求められてるのは同期に著しく近いけど非同期なんですよね。確かにそうですね。会議でみんなが顔を合わせなきゃいけないじゃなくて、自分のペースでチャットでこうメッセージ打った後また業務に戻れて、でまた通知に気づいてまたっていうようなことができるっていうのが同期と非同期の違いで、そこが当社もお客様に評価いただいているところです。そうですね。非同期なんですけども、メールだと
午前中打って午後まで帰ってこないみたいなのありますよね。そうなんですよ。チャットだとそこが短い、短くなりますね、はい、っていうのがですね、電話ほどこう相手の状況を考えずにね、そうです、傍若無事に来ない。まさにあの時間泥棒とおっしゃってましたけど、うん、やっぱ同期のコミュニケーションというのは相手の時間を奪ってしまいますので、うん、まあ、なのでそういう働き方じゃなくなってるんでしょうね、今のいろんな会社と思います。いや素晴らしい。あの現場での DX を進めていく上で感じる壁ですとか課題はございますでしょうか。そうですね、私はいつも考えているのはやっぱりこう今現在のワークフロー、そこも定着している状況で、こう DX ってお念仏のように唱えてもなかなかこうそこから離れられないっていう現実があると思うんですよね。で本当に実際これって便利だねって思ってもらわないと、うん、DX が推進していかないなというふうに思ってます。ただそういった、ね、現場を説得して現場に本当にこう使っていただくためには、うんうん、製品サイドもやっぱりこう現場に寄り添った開発をしていかなければいけないなというふうに思っていて、はい、ドロップボックスやっぱりカスタマーファーストでお客さんの意見を聞いてどんどん製品に反映していくっていうようなとこ、まあ、先ほどあの申し上げたマイクロソフトのデスクトップの共同編集とかっていうところもつながると思うんですけれども、実際こう使っていてあ本当に便利だなって思っていただくことがやっぱり DX の推進になってくるのかなと思うので、うん、まあ、そういったところの壁を取っ払っていく、うんうん、っていうところは大事かなと私はすごく思ってます。あとあの日本と海外の DX に関する差って何かこう感じることはありますか。これもねよくあの IT 業界では日本ジャパンユニーク説って結構あるんですけど、うん、はいはい、実はあんまりないかなって思うんですね、うん、もちろんあの時間差はあってやっぱり言語の壁なんかもあったりするので、はい、新しい技術が生まれてそれがこう何て言うんですかね、ペネトレーションというかこう入ってきて使われるなるまでの時間差って当然英語圏と非英語圏って時間差はあるんですけれども、基本的にはいいものは良くて、うん、でそれほど良くないものは残んないということで、うん、日本で言うとあの絵文字ってあるじゃないですか、はい、携帯のって最初に取り入れて、あれってもう海外でも普通に絵文字って、ね、ね、はい、いう感じで、はい、使ってますから、やっぱりいいものはグローバルでも使われますし、うん、逆に日本ユニークでやっぱり日本だけだったなと思うのがあのエクセル職人ってあるじゃないですか。エクセルで何でもかんでもエクセルでね、エクセルであの方眼紙みたいなの作って、はい、でエクセルの数式見るんじゃなくて、はい、方眼紙の一個エクセルの一個一個にあのあいうえとか書いてるみたいな、はい、まあ、ああいうのはちょっとね多分海外の人は理解できないですね。日本人が世界で一番エクセル好きだっていうのを聞いたことありますけどね。そうなんですか。エクセル使ってない会社一社もないんじゃないかってぐらい。そうですね、エクセルで絵描いたりする人もいますね。いますね。すごいですね、はい、マスに色つけてっていう、はい、あの現場の生産性向上が進むことでどのような可能性が広がるとお考えでしょうか。じゃあこれ酒井さんからお願いします。お二人にお伺いします。はい、はい、あそうですね、やっぱり生産性向上ってあのいろいろなあの作業の効率とかっていうところが向上しますし、うん、それによって、まあ、人件費が、うん、あのどん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 下がっていったりとか現場の方々の負担というところが減っていくと思います。でそういったところにやっぱり貢献していくっていうのが IT だったりとか、うん、デジタル化だったりとかっていうところなのかなと思ってます。はい、ありがとうございます。梅田さん教えてください。そうですね、現場の生産性が上がるといいことがいっぱいある起こると思うんですね、はい、なぜかというとあの生産性が上がると多分残業、まあ、勤務時間そのものも短くて短く済むようになって残業しなくて済むようになると、うん、でそうするとあの、まあ、そこで働く人たちのモチベーションが上がってでそういうところに来たいっていう若者優秀な若者たちが増えますと。なのであの業界としてすごくいい好循環になっていくんじゃないかなと思っています、うん、でこれは僕自身が言っているのでは実はなくてですね、はい、あの建設沖縄県にあの建設、まあ、各県建設協会っていうのがあるんですけども、はいはい、沖縄県の建設協会長の津波さんっていう方とここ1年ぐらい一緒にお仕事させていただいたんですけども、はいはい、その時に津波さんが一番最初におっしゃられたのが僕はあの沖縄 の, その建設業をかっこいい職場にしたいんだっておっしゃられてて、でかっこいい職場にするんだ建設業って言われてたのがまさに言ったような話で、ツールを使って生産性上げて魅力的な職場にして若い人を入れて持続可能な建設業にするんだっていう、多分同じようなことが他の業界とかでもあるんだと思うんですけども、はい、ありがとうございます、はい、ではこの後ですねこれからのビジョンについて伺います。
エルイズビープレゼンツ現場 DX 研究所。引き続きドロップボックスジャパンの梅田誠司さんとハウエンシュタイン酒井瑞希さんにお話を伺いします。3つ目の質問、今後のビジネスのビジョンはという質問に対しまして、お答えが、グロースと、つまりビジネスの成長ということでしたけれども、グロースをしていく上で求めてらっしゃる人材、その人材像をお二人に伺いたいと思います。じゃあまずは梅田さんからお願いします。はい、グロースっていうのは一つは僕らのビジネスそのものをどんどんグロースさせていきたいって思いもあったんですけども、はい、もう一つはやっぱり中で働く人材もグロースさせていかなきゃいけないなという思いがあります。ドロップボックスっていう会社は実は日本法人40人ぐらいですかね、 4,50 人ぐらいの組織なんです。はい、でそれでまあかなりの大きな規模のビジネスを回してまして、はい、でそれは日本だけではなくて海外もそうで、例えばヨーロッパとかに行くと、ヨーロッパ全体、ヨーロッパだと中近東ですね、中近東並びに北アフリカまでを一つのテリトリーにしていて、はい、でそこに社員がそれこそロンドンとかアイルランドのダブリンだとか、はい、ドイツのミュンヘンとかそういうところにこう点在していて、でそこで働く社員ってもう一人で数か国語言語喋るんですよ、はいはいはい、英語喋れて当たり前で、英語プラスフランス語とか英語プラスイタリア語とか、そんな感じでマルチタレントで、はい、では複数の国、すごいすごいですよね、すごい、漏れましたすごいが、いや、すごいんですよ、ね、はい、どっちかというと僕らは日本はそこまでは行ってなくて、やっぱり英語は喋れる人数が多いんですけれども、でも英語プラス日本語プラス関西弁は僕かなんですけど、ここもね、松井さんも関西弁、私も関西弁、はい、なかなかのマルチ言語を喋れる方っていなくて、どっちかというとチャット GPT とかああいうものが進化するものですから、あれあと5年か10年待てば翻訳こんにゃくじゃないけど、機械が翻訳してんじゃないですか、みたいなね、はい、も思うんですが、やっぱり肉声でそのこういう感じでライブで自分の思いを伝えようと思うと、やっぱりこう語学が喋れた方がいいと思うんですね、はい、なんでそういう意味でテクノロジーを使って克服してもいいんだけれども、やっぱり自分として常に新しいものにチャレンジしていきたい、言語もマスターしたい、そして日本っていう国境の中だけで仕事をしよう、グロースをしようと思うんじゃなくて、うん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 、どんどん世界に行って自分の大きな夢にチャレンジしたい、うん、まあ、かっこよく言うと大谷翔平さんとかね、はい、ああいうような人、あのクラスの人が来てくれたらいいですけれども、そこまで年俸払える自信がないのでもうちょっと10年1000億ですからね、ミニ大谷翔平かジュニア大谷翔平ぐらいでもいいんですけれども、そういうマインドセットを持った方が来てくれるといいなと思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあ酒井さん教えてください。はい、そうですね、もちろん先ほど言った、まあ、カルチャーの部分を共感できる同じ感覚を持った方たちに入っていただきたいっていうのも前提条件としてあるんですけれども、それに加えてやはりグローバル企業なので、こう発信していってなんぼってとこがあるんですよね、うん、こうなんだろう、日本の方って割とこうやっぱり謙虚で、頑張ると誰かが見ててくれるだろうっていうふうに思いがちだと思うんですけれども、うん、外資系企業で働いてるとどんどん発信してから誰も見てくれない、うん、自分これやったぞってちゃんとアピールをしていかなければいけない、うん、その発信力やっぱりすごく大事だと思っていて、うん、はい、若い方大体もう皆さんね、ま、中東でご経験積んで入ってこられる方が多いので、ま、そういった方で発信力がある方っていうところを、求めている人材かなと思います。わかりやすいです、ありがとうございます、はい、では最後になりますが、就職を控えた若い方へのアドバイスいただきたいですが、どうでしょう。これ私が考えた話ではなくて、はい、弊社 の創業者のドリュー・ハウストンが MIT の卒業式でスピーチをした内容なんですけれども、はい、人生って3万日しかないってご存知でした、うん、はい、人生って3万日しかないんですって、はい、3万日、そうなんですよ、なんかそう聞くとあっという間な感じがします。あっという間じゃないですか、はい、そうなんですよ。でドリューハウストンはちょうど9000日ぐらいの時に人生って3万日しかないんだよっていうことを聞いて計算をしてみたら、いやもう9000日使っちゃってるよ、うん、っていうことに気づきましたと、はい、でやっぱり3万日が終わったタイミングで、自分これだけ達成したよね、自分の人生すごく良かったよね、
って何かにチャレンジしたっていうところが残っていたいよねというところで、その時から完璧主義者であることをやめたんですって。だいたい22歳で大学卒業する時って8000日ぐらい経過しているんですよね、はい、でそういった目線から自分の人生を見て、じゃあ何だろう、新しい世界に踏み出す、グローバルな世界に踏み出す、何かにチャレンジするっていうところを念頭に留めて、何かこう達成していっていただけるといいなぁなんて思ってます。すごいハッとしました。そうですね、はい、梅田さんは大丈夫ですか？そうですね、はい、もう3万日のうち今年1年でもうどれだけですか、100日以上過ぎてるわけですけれども、はい、残り200日しかないのかなと、はい、聞いておりましたが、そうですね、はい、本当ですね。何でしょうね、多分今の学生さん、今の3万日の話ともう一個付け加えるとすると、うん、この先ってどうなるかわからないじゃないですか、はい、テクノロジーもどんどん発展していくし、その中で今あるキラキラした仕事がなくなる可能性もあるし、逆に今は全く誰も知らないんだけれども、突然20年後30年後今学生で就職する方が僕らぐらいの年になる時にはすごくメジャーになってるものって絶対あるわけじゃないですか。でそれは古い世代の僕らにやっぱり分からないんですね。でじゃあどうやって分かるかっていうと、やっぱりその自分が好きとかかっこいいとかこれをやりたいっていう、なんかその本能に近いものを信じるしかないと思うんですね、うん、で何を選ぶかって簡単ではないと思うんですけれども、うん、その自分の直感を信じてそこを突き詰めるっていう、まあ、そういう勇気も必要かなと思います。ありがとうございます。ということで2週にわたりまして、ドロップボックスジャパン株式会社代表取締役社長梅田誠二さんと、カスタマーサクセスマネージャーハウエンシュタイン酒井瑞希さんにお話を伺いました。梅田さん、酒井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。現場の DX はダイレクト。 DX の基本は使う人に寄り添うこと、現場の全員がきちんと使いこなせることが大事です。ダイレクトは若者からベテランまで誰もが簡単に使えることで高い支持を得ています。立って働く人のビジネスチャット、ダイレクト。現場チャットダイレクトで検索。まずは無料版から。現場 DX 研究所エンディングです、はい、次回は東急株式会社アーバンハックス VPOE 宮沢修介さんをゲストにお招きいたします。はい、番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。番組への感想、ビジネスの質問、横井さんと私松井へ聞きたいことを寄せください。メールアドレスは dx@joqr.net、 dx@joqr.net です。はい、ということで、現場 DX 研究所、ここまでのお相手は横井大輔とフリーアナウンサーの松井さゆりでした。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。LSB プレゼンツ現場 DX 研究所、この番組は IT で人生を演出する LSB の提供でお送りしました。